いや、今日はですね、うん、ちょっとまあ一応やっぱガンバ大阪に、うん、のねチャンネルなんで、まあね、ガンバ大阪のまあ現状出てる、うん、はいはい、移籍情報を一旦ちょっとまとめようかなと思って。そうしましょう。まあ、ガンバサポにとってはね、うん、結構本当につらい毎日が、まあね、はい、まあまあグッドとバッドで言うたらちょっと今のとこあんまいい情報がないんですけど、まあ一通りさらってみましょうと。一回ちょっと今出てるのを、はい、もう信憑性高い薄い関係なく全部出そうかと。一つ目、はい、川崎フロンターレが宇佐美貴史に正式オファー。まあこれがまあやっぱり、うん、ね、この前あの動画も出しましたけど、これだけの、まあダントツでね、ガンバにとっては、ガンバサポにとっては一番の衝撃的なニュース。あでね、その後の続報もまだそうねないんやけども、うん、このニュースはどうですか。貝やね。これはやっぱ貝やな。これは貝。ああ。ああ。やっぱりそのね、この前のその動画のコメント欄とかでも、うん、まあ、結構いろんな人の意見聞いて、うん、ね、いろいろありました。いろんな意見ありましたよ。うん、ガンバ愛がどうとかね、うん、あの川崎行った方がいいだろうとか。はいはいはい。そう、まあ、でもやっぱり俺はやっぱりね、ガンバの宇佐美貴史をずっと見ていたいという、うん、まあ、はいはいはい、これはもう完全な。エゴですけれども、はいはいはい、一応まあそれということで、まあこれは回、これは回、このニュースは回じゃないか。回いくつくらい？回3つじゃないこれは。これは回3つ。うん、まあね、さすがにやっぱいかんのちゃうかっていうのが、はいはい、俺の中では重いかな。なるほどね、うん、まあちょっと続報待ちということで。そう、続報、まあとりあえずそれ信じて待つしかない、うん、まあじゃあ、これ最近あったやつね、はい、鳥栖のディフェンダーエドワルド残留12月15日。いやそう、宇佐美の次はこれなんよ。いやービビったね。そのね、エドワルド選手が、うん、まあほぼ決定的だとガンバ大阪ね、っていうニュースが結構移籍金も用意してちょっと前にあったんですよね。ね、そうで、まあキム・ヨングは抜けますから、もうぴったりの人材ということで、ね、そうよね、結構期待してたんやけど、うん、まさかの残留。あ、そうで、その、まあ、残留のニュースを見るとこう、うん、まあ、ガンバ大阪が移籍金を支払うまで、うん、ことも、まで了承やってたけど、うん、まあ、最終的に本人の意思で残留みたいなね、はいはいはい、そうだから結局これも回やね。回ですか。あ、これは回いくつですか。これも貝3つやで。これ貝3つ出ました。いや、そのあんま貝のその星はないんやけど俺の中でも貝は貝やから。まあ確かにこの経緯はもうかなり貝ですね。そうだから結局もうこれでやっぱ思うのは、その決定的は決定じゃないんやなっていうことやね、うん、敵やから。ああ、これ覆るんやっていう。いやほんまやで。まあこれはもうトス側からリリースが出た時点でもうもう完全、これはもうだから核なんで、そういう意味では。あ、リリースが出たら核ですね。そういう意味では核です。あ、そうです、ね、もうこれ確定情報なんで、もうエドワルドは来期、トスにいます、はい、なるほど。あ、この2種類ですね。はい、2種類あるんですね。はい、あ、わかりました、わかりました、はい、はい、じゃあ次、鹿島アントラーズ、うん、トスミッドフィルダー樋口を完全移籍で獲得へ、うん、争奪先制して補強第1号と12月12日、うん、まあ、だからそうです。だから、うん、まあ、それこそさっきのエドワールド選手もそうですけど、うん、一緒ぐらいのタイミングでね、トスか樋口選手、まあね、ガンバ大阪も争奪戦参加しているという、うん、と言われてましたね。言われてましたけれども、まあ鹿島に行くのが、まあ、濃厚というのが出てますけど、うん、はい、結構やっぱもうここ最近は結構、うん、本当に鹿島に取られますね、うん、もうなんかもう鹿島と争奪戦して鹿島に取られる。そんなに鹿島ってなんかそのあれだから魅力的、その交渉の場に、うん、やっぱ交渉のテーブル行くわけじゃないですか選手も、うん、そんなに鹿島のプレゼンって魅力的なんですかね。ガンバよりは鹿島っていうのが選手の中ではあんのかもしれへんな。なんかねの大阪やねんけどな、こっちも一応すね、生活しやすいですよ、うん、大阪は。またしても鹿島に、まあ、でもこれも言うてまだ核じゃない、核ではないですから。核ではない、うん、核ではないということは、うん、貝なんですよ。結局どうなるか分かんない、まだ。あ、もう俺決めた、うん、リリース出るまで信じない、全て貝だと思ってますから。なるほど。移籍情報なんて、貝はいくつくらいですかこれは。まあでも貝1ぐらいかな。あ、貝1つ、うん、まあね、まあやさすがに、まあ、行く可能性はちょっと高いんじゃないかと。ガンバに書くっていうのはないかもなっていうのは思ってます。なかなかね、
惜しい人材ですね。まあね、うん、続きまして、はい、ちょっと前のね12月5日のニュースなんですけど、ちょっと前で、はい、ガンバ大阪は大分三沢優斗の獲得を目指していますというニュースありましたけど、だから結局3人が同時に出たんですよ。あ、エドワルド、エスポス樋口で大分三沢、三沢そうで、うん、その神奈川さんのね、うん、あによりますと、うん、この3選手の中で、うん、1人の選手は結構大詰めを交渉進んでいるようですみたいなはツイートされてはって、でどの選手がどの選手だとみたいな感じで、でその直後に今エドワルド獲得と決定的続報がポーンと出た。そうでそれが覆った今、まあ消去法としてはこれ交渉が進んでたのは三沢で核なんじゃないかっていう説。ああ、え、俺はなんか実はエドワルドが核に近かったけど、うん、もう土壇場でひっくり返ったじゃないかと。ちょだから今諸説あるんです。諸説あると。結局だから今現状どうなってるのか、うん、現状ね。まあでも三沢選手はあのまあ天皇杯がまだ残ってますんで大分は。そうね、うん、まあそういう意味では僕は結構核に近いんじゃないかなっていう期待も込めて、期待を込めての核、核を置きたいんですけど、うん、うん、じゃあガンバに来るんじゃないかととは思ってるけども、うん、まあ、だからもうさっきも言ったけど、うん、エドワルド決定的が覆った時点で、うん、もう全部買いない。じゃあ結局買いそうだから、これも買い買い2ぐらいあるけど、まああるねこれは。これで言うと、うん、もうやっぱエドワルドが、うん、その覆った時点で片野坂監督がねあそもそも来んのか。これね、ツイッターだけ、これ報道は出てないですよね。報道は出てないけど、ツイッターだけで言われてますけど、片野坂監督、ガンバに来ないんじゃないかっていう説。来ないんじゃないかっていう説。これは回だろっていう。そこまで話は、やっぱ飛躍していくよね。これ回5つですね、これ。みちるその、プラス情報として、プラス情報っていうか、まあ、うん、こっちの気持ちの、うん、も保つためには、うん、あのやっぱまあ、また天皇杯が、決勝ありますから、まあね、大分は。そうよね。まだ出せないですね。三沢選手もそうですし、片野坂監督もそう、うん。そりゃそうですよ。そうそうそう。まあ今はとりあえず大分で集中してもらって、うん、そう、まあだから来週かな、天皇杯が終わってどうなるか、うん。っていうことですよね。これからこっちに変わるのかっていう、ね。っていうところですよね。ね、はいはいはい。これもありましたね。はい。12月9日、井出口選手、うん、セルティックへの移籍が決定的と。はい。まあ、クラブ間で合意して年内にも投影してメディカルチェックを受ける予定ですというニュース。うん、うん、これはね、まあ確定でしょ。まあね、うん、まあ私その話があった時点で多分それ本人も海外志向っていうのは、まあもう一度行きたいというふうなことは言ってますし、言ってましたしね。まあ、うん、もうこれに関しては海か海ではないかな。まあこれは格かなと。まあセルティックだしね。まあね、まあもうミルワカさん見たら格やわ。見る限りこれに関してはまあまあこれは頑張ってもらいたい、うん、本当に。いやまあ全然そうね、うんうん、頑張ってもらいたい、はい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 、もっと代表とかでバリバリやれる選手だから、あとはですね、はい、まあそれこそホットな今日の情報ですね、うん、湘南の谷、うん、ゴールキーパー選手が来季も湘南ガンバ大阪からのレンタル延長へというニュースですね。今日か。今日ですね。結局だからね、が、あの、うん、海外ね、デュッセルドルフに練習参加とか、そう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 、なんか言われてたよね、あったし、うん、海外行くのかみたいな説もあって、うん、けど、まあ、まあまあまあワールドカップもありますから、まだまだちょっとこう、とりあえず来年は、うん、まあ J でっていうことなんでしょうね。っていうことなんですね。こうね、格じゃない。まあ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 、うん、これは格の、ね、まあこのまま行くんじゃないですかね。はいはいはい、さすがにガンバに帰ってきて東が言う状況で、まあそうよね、うん、まあ競わせるっていうのは、海外行くのもちょっと危険やし、まあね、うん、ワールドカップで活躍してもらってちょっとキャリアを形成していただければ失礼しました。そうですね。じゃあ12月14日これもね、はい、おとついかな、遠藤康人選手は来季の岩高、新ユニフォームを着てコメント、躍動したいと思う。かいかいかい絶対かい。こんなこれはかいかいやろ。これはかいですか。うん、まあもう新ユニフォームのお披露目会で来て、うん、来年も躍動したいと思いますって言ってもってるからね。いやまあ言うてるけどね、その別にね、ガンバのユニで躍動したらええやんって思うし。いやそうやけど、これでさ、来季ガンバに戻りますって言ったらもう岩田サポもズコーってなる。まあまあでもその報道が出てるわけじゃないから。確かにね。そもそも確かに確かに
これまたこれもう憶測でしょ、これニュース書いた人の。まあ、岩田はって長いってるから。で、その今、躍動したいと思うっていうところを切り抜いて、うん、まあ、そう書いたら、なるほど。残留っぽいけど。まあ、確かに。これ、回行かせてください。これ、回で。うん。回いくつ?5。すごい回やな。これ、回やで。これ、めちゃくちゃ回。うん。やっぱ帰ってほしいよね。もう。まあね。うん。でもまあ、これを回5にしてしまったら、うん、ちょっとね、これ、まあ、本当に最後のこれ、今、まことしやかに、はい。ツイッター上だけで、うん、あの、謎の遺跡情報だけがつぶやいた、矢島選手、岡山、うん。あったな。復帰か、うん。的なニュース。いや、回やろ。ザ回。ザ回やろ、こんな。こんなもん。フォロワー欲しいだけやん。あ、もうセンシティブっていうか、そのセンセーショナルな煽りして、絶対そうやろ。もうこれほど書いたことありますか、その木山さんが岡山行くからっていうのでな、連れて帰るんじゃないかっていう、違うこと矢島みたいな。そうね、さすがに矢島選手は、うん、いや、そうよね、来るんじゃないの。まあっていうような、とりあえず現状、うん、まあこんな感じ、パパと出てるニュースは以上だ。まあでもやっぱりほんまに、うん、現状のガンバのこのオフシーズンに関しては、はい、買いです。総じて買いです、本当に今のところね。うん、だから、うん、もうね、全部核になるように、いい情報がね、いい情報だけね、あ、いい買い、買いにしてもポジティブな買いを、なるほど、出したい、今後もね、うん、求めていきたいね。そうそうそう、私、まあ皆さんのね、その最新情報あればぜひコメント欄に、あ、ぜひお願いします、本当に書いてください、本当に、はい、情報局としてお待ちしておりますのでこんななんかご意見番みたいな立ち位置で大丈夫俺書くだとか書いだとかいやいや、それ張本さんそれ言い出したら、ね、やってること一緒ですいやいや、いいですよ、これ、か、うん、これからよ、いいですか、うん、書い具合をちょっとやっぱり書いって言ってるだけだから、ね、うん、そうそうそう、別に何も別に何かあるわけじゃないんで、はい、今後もちょっとまあ追いかけていき、はい、もちろんガンバは続を追いかけていきましょう、一番に、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。